どうもショータイムゴルフです。太平洋クラブ市原コースに来ました。今日のメンバーは翔太、これはこのホールはフォローだね。ビッグドロー。ビッグドロー。おお、いいね。やっぱスイングアーク大事。うん、おお、いいね。いいんじゃない。ちょっと右だな。ちょっと右、あれで右、前回と同じぐらいのところ。ほんとスレスレ打たないとね。ビッグパター。バター普通のして、マジでお願い。うまい、ナイス。いいね。あれ飛びすぎた。飛びすぎじゃない、あれ。あのラインだと飛びすぎ。もうちょい左だよな。めっちゃうめえわ。なんか右抜きすぎてた気がする。ビッグスティンガー全員仕様だね。オッケーなの？オッケーなの？あれ。パターって、うん、もうね、バックスイングからのためが大事なんで、うん、それを一気にリリースすることによってエネルギーを効率よく、うん、なるほどね、うん、ナイスショー。それも普通のショットでもやるって話なんだけどね、うん、まあね、でもそれはそれ、これはこれ。やっぱこのトップからクラブを置き去りにするようなイメージで下ろしていくの、パターって。でそれで最後にリリースするの。あれでもロフト何 ?3?3 だからロフトが3度しかないとクラブを置き去りにするような動作がないとタメが作れない。すげえいいフェアウェイにあんじゃん。タメなんかフェアウェイキープだよ。久々にフェアウェイキープだよ。これ乗るじゃん。ああこれ全然いけるわ。マッチしてんのよこのコースと、うん、パターが。俺のパターとこのホールっていうのは非常にマッチしてるという。だからもうね、ティーグラウンド立った瞬間に持ちたくなったもん。あ、ほんと。うん、これドライバーじゃねえな。だって230でしょ、もう。うん、いけるわ。だからパー5でティーショットドライバー握っちゃうっていうのはちょっともったいないよね。スリパッドイーグル。結構これちょっとあれだね、しっかりめに打っていかないと届かない。そうね、うん、上げてるね。上げてる、230ヤード。まあまあ上げてる。うわあ、でも距離は全然いってんな。あっちね。ああ、200ヤード2番。俺と同じ方向だな。なんかいいな。ああ9番。179番。いや今ちょっと悔しいな。セカンド上げてるな。だからパターがいいんだ。知らなきゃこれ。お、うまいよこれ。うわあ、ダメだ。そう、しっかりだ。全然ダメだ。まあ乗ったっちゃ乗ったな。ああ、ナイス。悔しいね。いや悔しいね。今また今度悔いが残った。挑戦しよう。悔いが残る。なんかパターになると俺ちょっと熱くなっちゃうんだよ。惜しかったな。ドローとかも打ち分けちゃうの。もちろん。だね。いや、ロフト3度あれば十分でしょ。インテンショナルショットそれに俺には風を操る能力があるんだ。そうだ、忘れてた。全然2オンなんて夢じゃなかったんだよ。うまい。クソうめんだけど。うまっ。
れそうだね。うん、ちょっと水着だね。なんか今日あれあれあれ、カン君のバーディーパット4パット目だ。4パット目あー畜生、見すぎた。5パットパー、5パットパー、ナイスパー。5パット、いやー5パットパーだよ。この距離ちょっと弱いね。なかなかパター1本でバーディーって難しいんだな。パー5だからってちょっと甘く見てた、安易だった。バーディーパットは、うん、ショートはバーディーだよ何笑ってんだよ確かに今日入ってねえ。ナイス、やった、ナイスバーディーよくやった。はい、曲がんだ。これ何、スモールドロー、ベビードロー、マンブリドローだ。マンブリドロー変わらないね、攻め方が。おー、いいね、ベイビーフェードドローじゃないけどほぼストレートだけど、あ、いいね、あ、いいわ。タッチとかある俺 T 難民じゃないからあ、なんか長えと思ったらドライバーだったパターでもいいんだよいや、いいね、素晴らしいね。これいいんじゃない、めっちゃいいよ、めっちゃいいよ。いいね、本日何回目よ今日何回戦やらせんのこれ。シャフトしなりすぎてる気がするんだけど。絶対そうだよ、絶対しなりすぎてるから、うん、悪いけど。あれに戻すか。だからなんていうの、うまくドロー打ててる時って、ああ若干シャットフェースがバックスイングで少ないの。ああ普段シャットじゃない。ああ、まあ、それスピン殺せていいんだけど、ドロー打ちたい時ってシャットをそのまま維持してインパクトしなきゃいけないから、ああそうなるとほんの少し軌道が最後インに入っただけでフェードになっちゃう。なるほどね。だからドロー打ちたい時だけ若干シャットを抑えてそっから巻き込んだ方がいいんだ。やりすぎるとチーピンすっからね。さっきの俺のセカンドみたいな。あったあった、セカンドの方が3倍ぐらい飛んでる最初からねあっちゃん最初からそのショット打ちなよなんであんなバグったの。なんかこれ芸人突き止めたい。いや今日はダメな日だから。今日ダメな日だよ。もうなってる。何度 58? いけるな、いけるいける。100弱だろ。ああ、チョータとね、俺の58度どういった化学反応が起きるのか、もしくは起こんないのか。100もうないんじゃない。やっぱ上げてんね。結構今いい当たりだったんだけどね。90ぐらい。90だね。90で行こうぜ。90ヤード。90ヤード。若干打ち上げ。長っ。いいんじゃない？すげえスピン効いてる。左切った。80ぐらい。80。80で行こう。お、いいよこれ。ナイス。直してますね。思ったよりピンが奥だった。全然弱い。ヤードぐらいあったな。マジか。じゃあ90ぐらいあったか。90以上あったか。翔太いつも短パンだけど、それなんで。長ズボン嫌い。なんで。鬱陶しいじゃんこれ。鬱陶しい。なんか蚊に刺されない。逆になんで長ズボン入ってるの。蚊に刺されないから。そういうこと。うめえな。うめえぞおい。ナイス、えナイス、ありがとう。
ナイスタッチ。オッケー。オッケー、オッケー。はい、どうぞ。俺がいても打てるって言うの。行きます。どうぞ。綺麗なドローを決めたい。綺麗なドロー。最後は。お、いいドロー。これいい球だよ。これいいわ。これ低スピンだよ。おー、いいね。やっぱああいう球打ちたい。打ちたい。今日一。出た。出てる。俺の今日一っていつ出るか知ってる？いつ？常に次の位置だ。向上しかしないのか。370ヤード。これ大丈夫だな。大丈夫だけど右すぎんな。ああ、なんか帰ってきたよ。どこまで来た？バンカー手前ぐらい行ったんじゃん。手前まで来たよ。あ、またティーなくなった。ギャラリーいるからね。ギャラリーやらってる。恥ずかしいことはもうできない。そうそう、ブザマのマネー、ブザマのマネーはもうできない。パトロン。シングルレイト思い出した。おお耐えたんじゃない？いいね、これ耐えたい、これ耐えたい。おお耐えた、耐えた。言うよね。さっきまでの比べると、さっきの8倍ぐらい飛んでる。85。えい、Pでオーマイゴーッ。いいね。あれ使えんじゃん。使える。いくつだ？100弱。さっきは100弱しかいってない。おー、すごい変な球。なんかあのボール揺れてる。あー、もう最後の最後まで変なショット出しまったよ。このフェアウェイを捉えるって素晴らしいよ。カンから学んだもん。学んだ、うん、やっぱドライバーを話してはいけない。そうそうそう。前はね、ほらあんな手前のフェアウェイに刻んでた。あー、なんかバンカー群の手前にね、うん、刻むような。バンカーの中のフェアウェイにね、ちゃんと押さえていく。そう、男だな。やっぱこれができて、やっと男、うん、何ヤードだろう。60。うん、60。うまい。入った。おー、ナイス。入ってはいない。入ってはいないけどナイス。えらい、えらい、よくできました。はい、ありがとう。さあ、オノフの上に来てる。オノフ。おー、うめえ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 ぞ。ガッチャン、うまいぞ。うまいな。いや、みんなそれぞれいいショット打ったな。まあ、俺だけこんな左だよ。ワンラウンドがようやく終えようとして。あ、阻まれたね。そったんだ。よかった、落ち着いて。ウィニングパット決めてくれ。今日は何に勝ったの？翔太のバーディーパット。最後ちょっとかっこよく決めようぜ。はい、オーバーだけはするよ。オーバーだけはするよ。ショートだけはしないとかでしょ。オーバーだけはするよ。オーバーするね。ああ、惜しい。あー、惜しい。あー、惜しい。どうした？ヘッドが当たった。ヘッドが当たった。クラブヘッドが頭に直撃した。ヘッドがヘッドに当たった。ヘッドがヘッドに当たった。
って。翔太オーバーだけはする？オーバーだけ。オーバーだけはする。俺オーバーしなかったらやばいよ。うん、ちょっとオーバーだけはしてくれよ。ナイス。いやー笑いに耐えた翔太。最後はちょっと笑いとの勝負だったね。ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。よし。いやー面白いね。たまにはこういう適当な和気あいあいとしたラウンドもいいね。いいね。なんかゴルフのいいとこってさ、何も考えなくてもいいことだよね。だからね、もうそういうちゃんとやる日もあるし、こういう日も必要だよね。何も考えなくてもいいってのがやっぱゴルフの一番のね魅力だと思う。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。